素敵なあなたへ、理想の現実へガラッと変わる行動心理を伝える現実シフト専門家の篠崎みどりです。今日はですね、しなければいけないということにね、苦しめられているあなたに、そこからもう解放されていけるよっていう話をね、たくさんしていきたいと思います。なんだと、しなければいけないことなんて何一つなかったんだっていうことで楽になれる、そんな動画になっております。今そういったしなければいけないということにね、苦しめられている人たちってどんな状況にあるんだろうってこうイメージしてみたんですね、私。で、これ結構昔々の私もそうだったかもなと思った部分があって、それは何かっていうと、例えば生きるためにやりたくないことをしてお金を稼がなければいけないと思っていたり、なんか素の自分でね、いつでもどこでも素の自分、ありのままの自分でいたらいいんだと、そうするときっと楽だっていうのは分かってるんだけど、なんかそれって自己中心的な自分勝手な振る舞いになって、わがままな人なんじゃないだろうか、嫌われてしまうんじゃないだろうかみたいなね、恐怖があったり、そうだからそうやって思うから、他人のね顔色を見ながら気を使って、自分を殺して殺して殺して、他人がこう心地よく荒れるように振る舞わなければいけないと思っていたり、よくあるのがね、もう他人に迷惑をかけてはいけませんよって、ね、いろんなところで教えられて育ってきた私たちですから、まあ、そういったところもあるんでしょうね、きっと。で、最近の風潮ですと、やりたいことだけして生きていこうみたいなね、やりたいことを仕事にしていくみたいなね、私ももちろんそういったところを伝えているんですけども、それってやっぱり無理で、やりたいことだけやるのってちょっとそれ無理なくないって、無理あるんじゃないみたいな風にね思って、結局やっぱりやりたくないこともやんなきゃいけないんじゃないのみたいな風に思ってしまう、そんなこともあるんじゃないかなと思いますね。で、そんな状況ってなんで起きてきたんだろう、なんでそうなってるのって、ふとねこう自分の中を探ってみた時に、やっぱりそこにあるのは長年刷り込まれてきた価値観だったり思い込みだったり、世間一般的な常識みたいなのが根付いてたりするわけですよ。で、もうそういった価値観や思い込みっていうのは、もう刷り込まれて刷り込まれて刷り込まれて当たり前になりすぎていて、それ以外の価値観だったり、思い込みだったり固定観念っていうのがもう分からなくなってしまってるんですね。何が良くて何が悪いかっていうのがもうピターッと自分の中に確固たるものとして埋まっていて、当たり前になりすぎていて気づけないでいるんですね。ね、だからそういったその何々しなければいけないっていうね、もうビターッと自分の中に埋まってしまってる、当たり前になってしまっているルールをもし少しでも離れようもんなら、めちゃめちゃ嫌われるだろうし、めちゃめちゃ非難されるだろうし、めちゃめちゃ批判されると思っているわけですよ。だからできない。まあそれもね、だからできないっていうこともないよと、私やってみたけれども実際そうだったもんっていう人もね、たくさんいると思うんです。じゃあどうしたらいいのさという部分なんですけど、そこはもう簡単なんです。そこは簡単。例えば自分の中でこれこれしなければいけないなーっていう、まずその思いを持ってることに気づくことがまずは大事なんですけど、あーこれやんなきゃいけないとか、自分のこの頭の中の口癖というか思考の癖みたいなのに気づいて、もしくは口に出して何々しなきゃいけないなとかで、ネガティブな気持ちになってるなーっていう自分に気づけたら、おやっと、なんでそれやんなきゃいけないんだっけって自分に問うてみる、問いを立ててみる、疑問を持つってことがすごく大事なんですよ。なんでそれ思っちゃったんだっけ、なんでそうしなければいけないんだっけ、それ本当みたいな、本当にそれやんなきゃいけないんだっけ、絶対みたいな、やんなくても大丈夫なんじゃないのとかね、疑問を投げかけてみる自分に。実はそうやって思い込みに気づけるだけで、そこから解放されるっていうケースはたくさんあるんですね。いわゆるなんでって自分に問いかけることで、例えばもうそれが当たり前だと思い込んでいた固定観念、ビターッと自分の中に埋まってしまっていた思い込みからスッと距離が空くんですね。なんでっていうことによって、え、なんでみたいな、え、なんで、え、なんで、なんでだろうねみたいな、自分との対話の中で、え、なんで、確かになんでみたいな、確かに確かにみたいな、当たり前に思ってたけど別にそれやってない人も結構いるよねとか、それなしにふらふらふわふわ生きてる人いるよね、それでもいいんじゃない私もみたいな、スペースを空けるんです。その思い込みからスッと距離を置くってことですね。はい。まあとはいえ、まずそもそもそうは思えないよと。で、まあ気づけるかどうかっていうところをね、そのしなければいけないと、あ、私思ってるなって気づけるかどうかもちょっとあやふやだし、そもそも気づけたとて、なんでって思うことができない。だってなんでもないでしょと。当たり前なんだからって思っちゃうもん、毎回毎回と。
どうしたらいいの、そういった場合はっていう方もね、安心してください。もっとこうしたらいいんじゃないのっていうね、私なりのね、提案というか、私がやってきてうまくいったことがあるので、そこもねシェアしたいと思います。その前にいつも挟ませていただいてる CM です。はい、明日死んでも後悔しないと思えるぐらい今日という一日を素敵に生きれるエッセンスが詰まった動画をプレゼントしておりますので、概要欄の LINE、私の、ね、LINE のお友達、になっていただくと、そういった、ね、プレゼント動画いつでもご覧いただけるようになっております。まあ、これはだいぶ、ね、生きやすくなるためのエッセンスやヒントを、ギュギュッと詰め込んだ動画になっております。結構私のね、ういういしい状態の動画も見れますので、たくさん見れますので、ぜひそちらを楽しんで生きやすい毎日を送っていただければと思います。はい、じゃあそれでもうまくいかない場合はどうしたらいいのっていうところですけども、しなければいけないっていうことはですね、実はそれも自分のね、しなければいけないという方向からしか見てない。これどういう意味かっていうと、その真逆から、そのやらなければいけないと思い込んでるその事象を見てみるんです。例えば、生きるためにはお金を稼がなければいけないって思ってる事象があったとしたならば、私は何不自由なく好きなものを好きな時に食べたいからお金を稼ぎたいんだ、みたいなね、いうふうに変換してみることが大事なんですよ。結局人間ね、やりたいことしかやってないんです。何々しなければいけないと思いながらやってたとしても、それって実は自分にとって多少なりともメリットがあるからやってるんですよ。こうしなければいけない、こんなもんだからって思ってたとしても、本当に自分の中でメリットを感じられないことって人ってやらないんですよ。っていうかできないんですね。そう。だから何々しなきゃいけないんだけどなって思いながらやってることって、多少なりとも自分の中にメリット感じてるんですよ。それをあえてメリットと感じるのが無意識避けられていて、やんなきゃいけないなみたいなことに思われてるんだけど、そうじゃない逆側の、あれ、私もひょっとしてお金稼ぎたいんだとか、もしくは、ああ、掃除しなきゃな、部屋の掃除しなきゃなって言って、しぶしぶこうやって掃除機かけたりね、お部屋の掃除したりしたとしても、私は綺麗な居心地のいい空間で過ごしたいから、掃除したいんだって思ったらいいんです。すべての物事は、あなたやりたくてやってるんだっていうことに気づくといいんです。あ、自分ってこれやりたくてやってるんだ。で、そうするとですね、例えば好きなことやりたいことを仕事にしていこうってなった時に、よくある、多くの人の陥りがちな状況としては、まあ、仮にですよ、編み物が好きだと。で、この編んだものを誰かに販売したいと、自分が作った作品を喜んで買ってもらいたいとなった時に、あ、これ私が作ったよって知らせなきゃいけない。で、知らせるためには、例えばインスタグラムだったり、ブログだったり、YouTube でこんなの作ったよって言わなきゃいけない。これ嫌だと。これやりたくないことだって思いがちなんだけど、そうじゃなくて、この自分が丹精込めて作った愛情深いこの作品を喜んで買ってもらうっていうことがやりたいがために、私これをお知らせしたいんだって思ったらいいんですよ。全部やりたいことなんです。全部自分がやりたいことなんだっていうことに認識を改めたらいいんです。みんなその逆が一方の方向から、やんなければいけない、これやんなければこれ売れないんでしょうとかね、これやんなければお金稼げないんでしょうとか、これやんなければこうでしょうみたいな、なんかね、そのわざわざ苦しむ方の認識の仕方をしてるんです。そうじゃなくて、喜んでやりたいわそれって、喜んで楽しみたいわそれっていう認識の仕方に積極的にしていったらいいんです。それができるんです。で、ちなみに私もそうなんですけど、私今好きなことしかやってないんですよ。やりたいことしかやってないんですよ。そう、これ何が起きてるかっていうと、当然ですけど最初からそうじゃなくて、最初から例えばこの YouTube 撮るところもそうですよ。撮りたくない日もあるんですよ。毎日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 やってた時。で、しんどい、今日めんどくさいとか、もう今日ダラダラしてたいっていう時も、化粧して、カメラセットして、洋服もちゃんと着て、はいって言わなきゃいけないな、これしなきゃいけないなと思うと辛くなるわけです。でも、毎日毎日やった先に、ぐん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 登録者さんが増えていって、あー、コメントもいっぱい生まれて、みどりさんよかった、嬉しい、ありがとう、みたいな声もいっぱいいただけて、やったーって、私がこうやって、わー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 喋って、いることによって、ありがとうって言われるんだ、嬉しいって思いたいから、今日も、シャンとして、シャンと話す、みたいなね。だからやりたいんだ、みたいな風に全部変換していったんです。そうすると何が起きるかというと、人間の脳って本当に何だろう、賢いのかバカなのか、よくわかんないですけど、自然と本当に、あ、これ本当にやりたいことだった、これを自分が楽しんでやってることなんだって錯覚し始めるんですよ。錯覚どころか本気でそう思い始めるんですよ。そうってなると、
楽しいことしかなくなっちゃうんですね、すべてのことが、全部が。そうってやって、自分の認識を変えていったらいいんだよと。そうするとね、もう毎日ね、もうね、楽しいことしかなくなる。その認識、この脳を上手に操ってあげることさえできれば、もう楽しいことしかなくなるので、ぜひね、やってみてほしいなと思います。達成したいこととかなりたい自分のために私これやりたいんだみたいなね、喜びに変換していく。これが大事。そうするとどうなるかっていうとね、冒頭にもお伝えしましたように、しなければいけないっていうことがたくさんあって、苦しい苦しいっていう風に生きてた人が、あれみたいな、ちょっと待って、しなければいけないことなんか何一つないじゃん、全部やりたいことじゃんみたいな、やりたいんじゃんみたいな風になって、メキメキとこう生命力が湧いてくるというか、コンコンとエネルギーが湧いてくる、そんな毎日に変わっていくよっていう話でした。そう、そんな感じでね、今日もね、この動画をご覧になって、しなければいけないに苦しめられていた人がね、少しでもね、はっみたいな、そうかみたいな、楽になってくれたら嬉しいなと思ってます。ただね、やっぱりこの動画見るだけでも、でもやっぱりなぁ、そうは思えないんだよなぁっていう方もね、いらっしゃるかと思います。ぜひコメント欄にね、何かそのご自身の状況だったり、でもこういう場合すぐこんな風に考えちゃうっていう場合、一緒に解決していきましょう。ライブでね、それをね、徹底的に私がね、それ大丈夫よって、こういう風に変換したらいいよっていうのをね、いろんな案をね、出していきますので、一緒にそれね、解決していけたらいいなと思っております。はい。というわけで、今日のテーマいかがでしたでしょうか。また次回もお楽しみに。バイバイ。